ヒュー・アルジャーノン・ウィーデルヒュー・アルジャーノン・ウィーデルは、イギリス生まれで、フランスで働いた、植物学者である。南米の植物を専門にした。イギリス、グロスター近くのペーンスウィックに生まれた。フランスのアンリ・ヨンセイ高等学校で医学を学び、医学の資格を得た。植物学も学び、アドリアン・アンリド受診と多くの植物調査旅行に、同行し、エルネスト・コソンや、 ジャック・ジェルマンド・サンピエールと協力してパリ近郊の植物の執筆を行った。1843年にカステルの伯爵、フランソワル・イ・ドゥラ・ポルドが率いた南米の植物探査に参加した。この探査は5年間続いたが、ウィーデルは1845年5月から単独でペルー、ボリビアの探査を行った。出発前にパリ市全市博物館から マラリアの特効薬の得られるキナの木や、現地の植物の調査を依頼されていたためである。いろいろな自生地を訪れ、15以上の異なるキナの木の種を見つけた。1848年3月に、パリに戻った。パリに持ち帰った種子は、王立植物園で発芽し、ジャワ島などの栽培に貢献した。パリ自然史博物館の博物学者女子となり、 1853年までその仕事を続けた。1849年にキニーネの自然史、新古な種のモノグラフを出版し、翌年南米の植物を出版した。1851年にもペルーへ旅し、1857年にはアルジェリアのオランを訪れた。1853年にボリビア北部の旅を執筆した。 その他の著作にクロリス・アンジナ、エッサイ・ディー、ユヌ・フロア・デラ・ラジアン・アルパイン・デ・コーゲリアーズ・デール、アメリック・ジュ・シュットやエクスポディション・ダン・デ・パーティーズ、セント・レリーズ・デール、アメリック・ジュ・シュットがある。インコ科の種、アラチンガ・ウェデルリや、クスノキ科の種、ネクテンドラ・ウェデルリなど多くの植物に、懸命されている。ウェドは、植物の学名で命名者を示す場合に、 q ルジャーノンウィーデルを示すのに使われる。ありがとうございます。